こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はロビタンウサギノさんからの情報でございまして、なんと今ガストさんでは肉祭りが開催されていまして、特にハンバーガー、ガストバーガーがすごい気になるメニューだそうなので、今日は確認をしにやってまいりまして、その肉祭りのメニュー表こちらでございますね。ちょっと開けていきましょうか。年に一度の肉祭りというわけでございまして、こう見ますと祭りの字以上に肉の字が若干大きいくらいの肉攻めなんです。めくっていきますと、来ましたビーフ 100% 肉汁ハンバーグステーキで、肉ダブルもできるという、肉というみこしを肉が担いでますから、これお祭りでございまして、こちらがロビタンさんが勧めてくれていますビーフ 100% 肉汁ガストバーガーでございますが、確かに肉がバンズという名のダンベルを持ち上げてるかのようなすごい肉感で、待って、まさかハンバーガーの方も肉ダブルできるという情報が今入ってまいりました。ありがとうございます。で、L サイズのサラダ1皿で1食分の野菜が取れるネバトロサラダもございます。これ僕こういうの大好きよ、言っときますけど。そしてこちらに関しましては、なんだこれ、でかいよ、山賊焼き、これはザクザク香ばしいでかい肉だ、山賊焼き。そしてこれも肉だ、牛リブロスステーキだ、柔らかくてジューシーな肉だ。で、まさかのこれも肉ダブルできんだ、これどういうことこれ。で、こっちに来ます。あー、おいしそう、宮崎チキン南蛮もろみ焼きチキンという名の肉だ、すごいね。で、これは肉が入ったローストビーフ混ぜそば、混ぜそばというメニューを肉ダブルにもできるという肉だ。さらに牛タン定食まである、これはもうこうしたらなんかもうグローブ状の肉だ、すごい、もうどれも肉で、気抜いてたらもうこうデザートにも心奪われる。この流れで見るともうなんかこれすら肉に見えてくるっていう、どれも魅力的な感じがするんですけれども、一応コメントのリクエストにおいてはこちらビーフ 100% 肉汁ガストバーガーが気になっているそうでございますので、このメニューを肉ダブル でしかもこちらのチリメンジャコと豆腐のネバトロサラダも L サイズで攻めてみたいと思います。せーのと、はい、このネバトロサラダ、はい、ありがとうございます。はい、さあ来ました、ネバトロサラダ L サイズ、刻み海苔豆腐がありまして、オクラトマトレタスとかジャコもありますね。いただきます。とにかくまだハンバーガーのボリューム感が分かってないから、どのぐらいのもんなのか、まずはお野菜で、うん、これ酸味の効いたドレッシングにトロンとした食感がまたたまんないね、ネバトロっとしながら体がスッキリしていく感じ。お待たせいたしました、はい、ありがとうございます。うん、ハンバーガーでございます、ダブルです、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございますこちらこそありがとうございます。これはちょっと待ってよ、待って、とんでもないものがやってまいりましたよ、とんでもないものがやってまいりましたよ。これ パンケーキ、パンケーキとかでこのくらいの分厚いのって本当それでもたまに見るくらいなんですけども、ハンバーガーのパティの厚みでこれないよ、もうすごい肉肉しさ。そこら辺の中距離打者よりもミート中心よ。で、その上にチーズも一応乗ってますから言っても、で、ピクルス、トマトとかもありますからね。ただもう挟む気ゼロ、立てかけてある感じ、バンズの方は昔の簡単な罠みたいな感じで、あったかいです、ありがとうございます、あったかい、あったかい、ホット系だ、ホット系のバンズ嬉しい。ただホット系のバンズでもサンドできないっていう、ちょっとことわざっぽくなっちゃうような状態。こちらの紙で挟ませていただける感じでよろしいんですよね。かなりのミッションになるかと思われますが、まずは、あなんだこれ、もう
よくバランス取れてるな、これで。こんなサイズ、まだこんな、おいしょ、はい、おいしょ、つぶしながら、いや、迫力、は迫力、待って、これめちゃめちゃ重たいんだけど、これもう唇だったら相当セクシーだよ。ではいただきます。あ、うん、めちゃめちゃだ、これ相当おいしい。はっきり言って今口をどう開けても届かないからさ、ほんと断面ごめんなさいなんですけども、このぐらいしかかじってないの、はっきり言って。このぐらいしかかじれなかったの。なのにお肉の柔らかさとかうまさとか伝わってきた。もうちょっとの触りだけで完全に持ってかれた。カール爺さんの空飛ぶ家の最初の数十秒の回想シーンで泣いちゃうみたいな感じ、それになってる。もうぐっと掴まれた。これはもう肉の迫力だね。一応さ、バンズも一緒に入ってきて口の中にいるはずなんだけども、肉の一部に吸収されるというか、肉すごいという印象になるんですけども、このお肉はとにかく柔らかいから、口の中の動きに対して舌とか歯の動きに従順なの、全然逆らわない。それがすごいよね。定期的に断面お見せしますが、半端じゃない迫力だよね、何回見ても。うん、とにかくバーベキューソースの小細工なしのうまい感じ、もうこのお肉にぴったりな感じ、これでいいのよ。このガツンとストレートが欲しいので、チーズも入ってますね。ただこのお肉料理に対してのこのチーズ量は確かにちょっと存在感薄かったりもするんですけども、きっといなければいないで寂しいんだと思われます。なんでしょうね、このさ、こういうマジでうまいガッツリハンバーガーを食べてる時のなんか知んないけどお腹いっぱいになんない感じ、なんでしょうね。すんごいダイナミックなはずなのに胃が喜んで、まだ全然いけるけどもっとちょうだいって言ってくる感じ。何がやばいって、現時点でも食べ応え半端じゃないのに、さらにこれね、追いポテトもできるんだよね。これまたまた美味しくなっちゃうから。いや食べ応え、これはっきり言ってポテトめちゃくちゃ美味しくなるんですけども、こんだけお肉の迫力がすごかったら多分ね、何入ってきても美味しくなっちゃうやつだ。ベタ褒めすぎてごめんなさいなんですけども、圧倒的に美味しいんだもん。でさっきから僕かなり口を思いっきり開けてかぶりついてます。こう見るとなんか知んないけど、なんかね、下のパティの方が若干多く減ってるのよ。だからもうしゃくれてるって証拠になったからね。いよいよラストスパートかなって思ってたんですけども、だとしてもおそらく普通のハンバーガーよりは大きいんだと思います。とにかくこのハンバーガー、はっきり言って相当なレベルです。でハンバーガーといえばピクルスが酸っぱくて苦手だよなんて方もいると思うんですけれども、そんなの関係なくなるくらいパティがうますぎます。このパティの横にいるピクルスがいつもと違う笑顔を見せてくれてます。本来ハンバーガーの中のピクルスってこんな感じで美味しいからいつもハンバーガーに入ってるんだっていうのがわかります。ちなみにこのパティは1枚約 170g でございまして、今回は2枚ですので 340g、 そりゃずっしりなわけです。はい、ごちそうさまでした。というわけで今回のガスさんのハンバーガーなんですけども、肉ダブルバージョン、はっきり言ってこれデカ盛りメニューだったと思います。相当なボリューム感で、序盤にあんなこと言いましたけども、食べ終わった今満腹です。それは満腹だよ、だってあれが入ってきたんだもん。ただこんな満腹なのに次お腹空いた時にまたこれもう一回食べたいなって思えるくらい美味しいやつだったってことは補足しておきますっていうのはいいんだ。それもいいんですけども、それとは別にまた変なコメント来てんだ、だから紹介しますけれども、カホさんからのコメント、ハイジー広角で画像検索すると星野源さんが出てきます。なんで
なんで出てくるんだ星野源さん。口角上げた星野源さんがハイジーになんか似てたりすんのかな。いや似てないよ。なんで出てくるんだよもう星野源さん。あと嵐の桜井翔さん。